はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。疲れだ疲れおです。何するんですか。ホットケーキミックス。はい、喜ぶかなと思ってレインボー、はい、作りまーす。レインボーを作る。おー、レインボーのホットケーキな。急にオラつくね。着色料は良くないって、ね、俺もそう思うけどね。これだったら多分大丈夫。うん、天然だから。らしいね。天然なのか養殖なのか分かんない。え？何？天然なのか養殖なのか分かんない。え、天然でしょ。そうなの。人が作ったものは養殖じゃねえ。大きいけど。赤が分かんない。ここ写しとこう。とりあえず。あれだよね。これで作られてる色らしいです。はい、え、どれにして、うん、最初が読めない。赤高校寺、高校寺前、紅麹、あ、紅麹、あ、紅麹前。俺中卒。私大卒。漢字中卒読めてる。麹な、麹。今日は疲れだ疲れおだからすごいスロースローな感じでいきますよ、うん、はい、はい、疲れてるってこと。それ以外何かあるそれ以外何もないだろ。じゃあピッピッピッとお願いします。今見学を、さあ見学を、あの、なんか説明とかお願いしていいですか。え、そういうのいる感じ。いや、あの、結構あの、なんていうか、分量知りたいっていう方がいるんで。百聞は一見にしかならず。どういうこと。じゃあ、この調べて見た方が早いってことだよ。混ぜます。はい、テネリです。テネリ、手で練ります。機械使ってません。ねね、聞き子は遊んでます。ジン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 買っておしまいだよ。できました。黄色使わないわ。なんで。いや、もともとの色で黄色っぽくなるし。遅いね。あ、そっか。遅いね。なんか一応分量みたいなの書いてたよ。あ、そうなの。こんぐらい入れるといいよみたいな。うわ、入れすぎない感じでもう目方でいくよ。そうだね。うん、持ってきたわ。五色にする。え、五色、五色。うん、高いよ、高いよ。調査のやめとこう。開けました。コーナー行くってでやりました。あ、1,2,3,4,1,2,3,4,5。これ1個取らない。あ、これ黄色こっちにある。いや違う、皿がだ段取るのはどっちだ。はい。皿、これ普通でしょ。1,2,3,4、うん、疲れてるね。あ、これもいいや、こっちだけにしよう。2色省く。結構色つくのかな。あれ、入れすぎた。そんな浮かないかな。全然じゃん。あの、目指してるのは海外みたいなあのパキッとした、うん、パキッとカラーを行きたいんだけどさ。パキパンだよね。あ、パキパン。パキパン。いや、渋い色だね。ね。お、ラーヤか。ピトリー。お、ナラーリキラーヤだ。お、すごい戦ってる。生アリと戦ってる。勝ったのか。終わったのか。勝てた。お、どうしました。こんにちは。硬い。ママ取って。取れない。なに、ギタリストになった。ママ取って。ねね、石にされたのね。
げえ抹茶の匂いする。グリーン抹茶、グリーンはお抹茶、お抹茶めっちゃ嫌いだな。おいいね、いい感じ。なんかアイスっぽいな、色がいい。次ブルー何？青はバタフライピー。うん、混ぜます。ブルーブルーめっちゃ染まるわ。いいねいいね。じゃあ次はオレンジ。はい、溶けたのね、溶けたの、ね、すごいバスクリームみたい。あれがパサー。オッケー、完成。あと1個。あ、これで終わりか。うん、5色、今日は5色。 OK。 じゃあ焼いていきます。はい。オレンジ完成。オレンジがすげえイエローだな。なんか着色料入れてるからあれだな、焼き時間が違うな。そう、長い。いや、短い。レバーでーす。すごい革命あったよ。すごいな、パンケーキ作ってレバーができた。革命どころの騒ぎじゃねえよこれ。ドラえもんでもできないよねきっと。ドラえもんだったら何でもできると思うよ。どうですか？三枚目待ち。三枚目待ち。どうなるこの感じ。すげえいいよ。ドラ焼き。うん、本当ドラ焼きみたいだね。ね。何作ってんだってなってくる。パンケーキだって話だ。レバー焼けました。お、3枚目。お、いいぞ。マジレバーっぽい。次はブルー。あ、ブルー綺麗にできそうだな。ブルーのつもりが茶色。OK、ブルー完成。お、いい感じじゃない？はい、じゃあ次は本命のプレーン。パリパリ感、これが一番綺麗だな。完成。これ一応ブルー。え、あ、本当だ。でこれが一応パープルだったんだけど、うん、なんかレバーっぽくなりました。これグリーン、グリーンで、イエロー、イエロー。でこれが、うん、メインのプレーンです。これ超うまいから、なんかいい感じだね。パリパリで、このツヤ、裏この感じ。プレーンが一番美味しそうに見えるね。ディアーチ。ディア
じゃあ切りますよ。切りますよ。キキも横にいますよ。落ちてるから見える？うん、見える。はい、キキもいます。それでは、いきます。じゅじゅん、じゅじゅん、よし、いくよ、いくよ、パカーン。おー、ドラミサイト。こんな感じ。綺麗。どう？すごいね。すごい綺麗になったよ。抹茶の味が臭い。抹茶の匂いする？うまい。あ、なんかいろんな匂いがするわ。うん、どう？微妙？臭い。すげえいい匂い。いい匂いするでしょ。で、こっち切っちゃいまーす。すごいツヤツヤ。いきますよ。なんかこの音がいいらしい。こんな感じ。でで、すごいでしょ、このさ、断面を見てほしい。じゃん、すごいでしょ。なんか変だけど、絶対合う、食べる。いいね、ねの。キキはどうして？いただきます。黄色これ食べていい？うん、何もかけなくていい。とりあえず、はい、メープル。クリームチーズもあるよ、キキ。あとバター。え、食べる。クリームチーズ、クリームチーズつける。あれ、食べてみよう。うえ、次よ。はい、クリームチーズ。ママ乗っけようか。はい、デンジャラスです。ママが乗って。よいしょ。あ、ママ乗ろうか。よいしょ。なんか超味ある。味する？味する。青が結構強い味。紫は何なんだ？なんか紫じゃない。うん、ゴム食べる？じゃあゴムペタンして、ペタン、よいしょ。はい、ほら、ゴムいただきまして。はい、どうぞ。どれどれ？黄色が一番おいしい。あ、そう。青どう？瞑想してるんですか？なんでこういうの？ヨガじゃん、ヨガ。お抹茶いただき。あ、結構香るね、抹茶の匂い。ね、でも嗅いでみよう。もう臭い。臭い？抹茶の香り。やだ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 。どこに人参あるの？9個、9個、8個、9個、13、20、30、40、50、60、70、18個も9個。
一緒だったの。これで1個分なの。B、C、G ってやつ。え、じゃあさ、針がたくさんあってシューってやってんの。え、じゃあ針がさ、9本さ、中3の先にあるってことだっけ。うん。え、1本かと思って。スタンプ押すみたいなハンコなの。ハンコじゃねえよ。ハンコ押すよ。